皆さんこんばんは、パクセレンです。ここは神奈川県の横浜市、横浜港大桟橋国際客船ターミナルに来ております。もう今日も京都でね、ここから毎度恒例東海汽船の船に乗って東京湾夜景クルーズに出発しようと思うんですが、今日はですね、いつもとはちょっと違う、ちょっとどころか全然違う船が来ております。向こうに見えているのが、あれが横浜港の玄関、レインボーブリッジじゃない、ベイブリッジですね。で、今日使う船というのがこちらでございます。あれ？前にね、この横浜から東京湾夜景クルーズに出発した時とは別の船が使われています。こちらは2013年に進水しました東海汽船の橘丸。本来であればこの横浜にやってくることはありません。東京を出発し、三宅島、御蔵島、八丈島、そっちの伊豆諸島の南の方の島々へ向かう、そういう航路で使われているんですが、しかし本日は臨時でこのように東京から横浜を経由して、そして大島、豊島、新島、式根島、神津島、これらの5つの島へ向かう片航路の船として就航しています。逆に今そっちのね、三宅島、御蔵島、八丈島の方にサルビア丸が代わりに行ってるんですが、この時期はですね、ちょっといろいろありまして、そのいろいろっていうのは船内でご紹介することにして、橘丸がその片航路、大島とか神津島に向かう航路に就航しているということで、その上り便を使った横浜発東京行きの東京湾夜景クルーズにもサルビア丸ではなくこの橘丸が充当されています。そこで今回はですね、2021年にもこういう感じの動画出してると思うんですけど、この橘丸の特等室を今回はこの横浜から東京まで予約しておりますので、うちのチャンネルで橘丸に乗船するのは今回が初めてとなるんですが、この東海汽船橘丸に横浜から東京まで乗船してみたいと思います。なかなかこの横浜港に橘丸が来ることなんかないですからね、ほんと珍しいですよこの光景。もう次いつ何年後に訪れるかわからない光景ですから、今のうちに皆さんにたくさんご覧に入れておこうということで、回してるんですけれども、すごいな本当に。僕もね、横浜港の大桟橋に橘丸が来てるのを見るのは初めてなんですけど、すごい光景だ。とりあえず出発まであと10分ぐらいしかないんで急ぎましょう。本来であればこの横浜港に到着するのはこの黄色と緑の橘丸ではなく、白と青のサルミア丸なんですが、今ちょうど横浜港で下船するお客さんが続々とタラップで横浜港の大桟橋に降り立っているところですから、まだもうちょっと乗船開始までは時間かかりそうです。それでも急ぎ目に行った方がいいでしょうね。ちなみにこの橘丸の後ろのところにきらびやかな豪華な船が泊まっていますが、こちらは1960年に建造された現役最古の日本の客船、ロイヤルウィングです。もともとは関西汽船で大阪発松山経由の別府行きとして瀬戸内海を航行していました。瀬戸内の女王と呼ばれ、日本の客船史に残る非常に多大な功績を残した船ですが、現在ではその瀬戸内航路から引退し、横浜を起点にレストランシップとして活躍しています。しかしこれも来たる2023年5月をもって運航を終了することが決まっており、このロイヤルウィング、1960年生まれの、元は紅丸という名前だったんですが、現在のフェリーサンフラワーの各船舶のご先祖様に当たる船なんですけれども、それとこの橘丸を同じ画角で見ることができるのはおそらく今だけのはずです。この東京湾夜景クルーズはだいたい秋から、春先、4月2日までだったかな今年は、そういう感じで、この日が短い期間のみ行われているクルーズでございまして、この橘丸がこの横浜港にやってくるということは基本的にありません。この横浜港にやってくる航路っていうのは基本的に片航路なので、三宅島、御蔵島、八丈島に就航しているこの橘丸が横浜に来るということはまずないんですよね。いつものサルビア丸であれば真っ白な煙突ファンネルも、今日は緑と黄色のツートンカラー、そこにノルウェーの国旗によく似た、というかほぼノルウェーの国旗ですけど、東海汽船の御旗がはためきます。かっこいいね、東海汽船橘丸、かっこいいな。明朝体で書いてあるのが個人的にポイント高いですね。ちょうどロイヤルウィングが動き始めましたが、そんなこと言ってる場合ではない。今日はロイヤルウィングには乗りません。多分あれもね、そのうち動画でご紹介することになると思いますが、とりあえず今日はロイヤルウィングの動画じゃないからね。これがその1960年デビューのかつての、関西汽船で活躍しておりました紅丸、現在のロイヤルウィングです。これからの時間帯はちょうどディナークルーズということで、約2時間の航海に出発ですが、このきらびやかな、もう戦前の豪華客船みたいな見た目しますけどね、この船に乗ることができるのもあとわずか。いいなぁ。もういつもね、この船大桟橋に泊まってるから、なんだまたお前か。正直ね、僕そんなにロイヤルウィングがすごい船だと思っていなかったんですけど、今日本で活躍しているほとんど全部の船にタメ口張れるんじゃない？
多分この船が敬語で話さなきゃいけないのは向こうにいる氷川丸と、それから横須賀にいる戦艦ミカサ、あとは東京のお台場にいる初代南極観測船の宗谷、これぐらいなんじゃないかな。他の船みんな多分このロイヤルウィングよりも年下ですよ。もろんこれから僕が乗船しますこの東海汽船の立花丸もロイヤルウィングに対してタメ口を張ることはできません。出港までそんなに時間ありませんけど、でもまあ今からちょうどね乗船始まりましたから、まあ急いで行かなくても大丈夫かな。僕は今回特等を利用してますので、通常であればねサルミア丸はここまで広い後方デッキはないんですよ。めちゃくちゃ広いんですよね、立花丸のデッキってこんなにいるって感じなんですけど、個人的にはねあのサルミア丸よりも立花丸の方が東京湾夜景クルーズには向いてると思います。東京湾夜景クルーズっていうのは、まあ、あれは横浜でもう大半のお客さんが降りちゃうから、じゃあもう横浜から東京までお客さん全然乗ってない状態で走らせるのももったいないし、安い値段でこの区間だけ乗ってもらおうということで始まったのがきっかけです。そのためこの横浜東京間で乗船するお客さんに関しては、その東京湾夜景クルーズ確か1000円だったかな、で乗船するお客さんに関しては座席指定がありません。2等フリー乗船券といって、まあ、船内の適当などっか変なところで過ごしてくださいみたいな、そういう感じの切符になっているので、だいたいそういう2等フリー乗船券で乗っているお客さんに関してはこのデッキで横浜から東京まで過ごすのが一般的です。ですからデッキが狭いサルビア丸、現在の3代目サルビア丸の場合ではそのデッキにお客さんが入りきらないということもなんか新しいんですが、しかしこの立花丸の場合であればそういった心配も特にないのかなと思います。まあ、横浜東京間の東京湾夜景クルーズなんてうちのチャンネルで以前ね、あの2代目サルビア丸がまだ現役だった頃にやってますんで、今回はこの立花丸の船内設備を中心にご紹介しようかな。まあメインは特等ですけどね。いや個人的にはねもっとしっかりあの東京から八丈島とかで立花丸乗りたかったんですけど、横浜東京間で立花丸に乗れるってんだったらまあそら乗りますよね。立花丸が横浜に来るきっかけになった傷跡が現在も生々しく残されています。まあ、一応ね応急処置みたいなのは施されているらしいんですが、しかしまだまだドックに入るまでには時間があるということで、かなり痛々しい様子、これも早くドックに入って補修されてほしいもんですね。この鮮やかな黄色と緑の船体がもったいなく感じてしまいます。いやもったいなくは感じないけど、なんかちょっとねやっぱりかわいそうに感じちゃいますよ、こういうのを見ると。すごいな本当に、横浜東京でこんなになるのか。正直ね立花丸って日本にある貨客船カーフェリーの中では別にめちゃくちゃ大きいというレベルの船ではないんですよ。どうしても離島に発着しますんでサイズに制限がかかるんですが、しかしその船にねここまでたくさんのお客さんが入りきるってんだからすごいよなと思います。まあ、島に行けばサルビア丸でも立花丸でもかなりこんな感じでねギリギリのところで見ることはできますが、まあ、ただこういう風に立花に乗るのは僕は本当初めてなんでね、僕今回502号室なんですけど、502号室ってどこだろう。すごい上級船室はねここで自動ドアで区切られてるんですよ。雰囲気としてはやっぱりサルビア丸にすごく似てますね。サルビア丸よりは若干古いのでこんな感じでなってますけれども、一番上が6後半で下が5、4、3、一番下が2後半になっていますが、2後半は多分滅多なことでは解放されないんじゃないかと思います。まあ、多分夏の再繁忙期にもう本当限界の輸送力を発揮するときに多分この2後半の和室 I と和室 J が解放されるんじゃないかな。僕もサルビア丸に乗ったのは、サルビア丸じゃないや、立花丸に乗ったのは今回が初めてなんで何が何だかよく分かってないんですけど、ここかな、あ違う、どこだこの奥まったところ、あそうだここですね、北東。はい、じゃあ入りましょう。ちょうどアイランドブルーが来始めましたね。これでいけるはずだ、よし。おーすごい、あでもやっぱり雰囲気としてはあれですね、うん、あの立花丸とサルビア丸でかなり似ていますが、ただうん、ちょっと立花の方が狭いのかなという印象です。うん、このベッドとかの配置に関しては基本的に立花とサルビアで変わらないみたいですね。このテレビの位置とか、あとあこのソファーはちょっと、ソファーっていうかこの椅子に関しては少し違うっぽいですけど、まあでも誤差でしょこんなのうわすごいな、ちょっといろいろベッド周りも見ていきましょうか。
枕とそれから大きなクッションが2つ、ここにいろいろスイッチがありますが、まあこれは後でいじることにしたいと思います。多分そろそろ横浜出るんじゃないかな。さあもうなんかいつの間に横浜出港してたんですけど、とりあえず時刻は今18時22分です。まあ18時19分くらいの出港ということになるのかな。出港というか離岸、ちょうど向こうには少しこの船よりも早く横浜港を出ていったロイヤルウィングの姿があります。でさらにその奥になんか別の豪華客船みたいなやつがいるんですけど、あれはなんだろうな。まあいいや、やっぱりね、見ているとこの立花丸が東京から横浜を経由し大島、豊島、新島、式根島、神津島航路に就航している、だから乗るっていう人もいますし、僕みたいなね、とかあとは横浜から東京まで単純にそのデートコースとしてだいたい所要時間が1時間半ぐらいなんですけど、横浜を出航してベイブリッジをくぐって、で川崎沖、それから羽田空港の沖を通ってレインボーブリッジをくぐって竹芝桟橋に着くと、この一連の工程っていうのが、これがね、なんかデートとかにすごい向いてるらしいんですよ。僕デートしたことないからわかんないんだけど、なんでそういうところでそのカップルで乗船されている方っていうのも非常に多いです。であとは今この立花丸というか、まあサルビア丸でもそうだったんですけど、東京湾夜景クルーズとそれからあの初音ミク でしたっけ、初音ミク以外にも何かいたと思うんですけど、あのそういうボカロの人と、まあ、僕全然そういうのわかんないんですが、そのなんかボカロとコラボしてるからって言って、そのボカロオタクの人たちもいっぱい乗ってましたね。その初音ミクのでかいぬいぐるみを船の中に持ち込んでる人っていうのもいましたよ。いやー、立花丸からこの横浜の夜景を見ることになるとは思わなかったな。電気消しとこうと思うんですけど、ただ電気消してる間に横浜の街が過ぎ去っている気がするので、コスモワールドの大観覧車、まあ、神奈川県民にとってはただの便利な時計ですが、それから今日本で2番目に高い高層ビル横浜、ランドマークタワーね、あとランドマークプラザ、追加型のホテル横浜インターコンチネンタルホテルなどもここから見えます。ちなみにこの5後半には他にですね、特一棟というのもありまして、ここはですね特一棟和室です。誰もいないんです、ちょっとこの部屋に入らないところからご覧いただいておりますが、まあ和室でマットレスが4人かな、それぐらい分ありますね。まあこういう感じのマットレスになっていて、まあグループで利用するときに結構向いてるんじゃないかなと思います。ちゃんと窓もついていて外の景色を眺めつつ伊豆諸島の旅を楽しむこともできます。あとはこれは特等にもあるんですけど、ユニットバスね、まあ後でご紹介しましょう。ちょっとね、全然この辺とか見れてなかったんで見ていきましょうかね。もうね、今あのレインボーブリッジでくぐりそうなところまで来てるんですけど、なんでこんなことなってんのかと言いますと、あのたまたまね仲良くなった方々と喋ってたら、その羽田沖とかも全部通り越してレインボーブリッジのところまで来てたんですね。これがお茶のパックです、煎茶。まあこれは別に他の船のところでもご紹介しましたから、まあ、別にそんなって感じでもないんですけども、湯沸かし用ミネラルウォーターは冷蔵庫にございます。まあ、さっき見てたと思うんですけどね、朝日の天然水が2本入っております。せっかくなんで持って帰ってもしまいましょうか。あとこっちはこれあれですね、浴衣。さすがに横浜東京間でこれを使う気にはならないんで今回は使いません。あとそれからこのアメニティね、もらって帰ろうかな。あとこのスリッパも東海汽船の名物じゃないですけどね、あのフェリーサンフラワーと違って特に東海汽船のロゴとかないから、ご自由にお持ち帰りくださいということでいただいて帰りたいと思います。あとそれからこれはなんだ、あ、このコードはあれか、このポットのあれですね。で中もちょっと見てみましょうか。ユニットバス、あ、結構広いね。うん、いいじゃんいいじゃん。ここにちゃんとタオルもあって、でもこれだけか。あ、こっちにありましたわ。バスタオルとそれからフェイスタオルかな？これは多分足拭きマットとして使ってくださいね的なことだと思うんですけど、それからこちらには、これ大きな、ちょっといろいろ傷ついちゃってますけど、シンクもあって、薬用のキレキレがあります。窃盗防止のためにこういう風にガムテープで固定されてますね。あとは、それから見るべきところとしてはドライヤーか。そんな強くないね。うん。一応ですね、こんな感じで、ドライ、セット、コールドってあるんで、あ、これで、冷たい風を出すこともできます。まあいいや、使わないからね。あ、それから思ったんですけど、これ鏡、丸いんですね。ほら。あ、もう、やばい。
言葉の贈り物が流れ始めました。もうすぐ竹芝到着ですけど、ちょ最後の最後までこの船を堪能しようと思うので、まだまだ頑張って部屋のご紹介をし続けたいと思いますが、もう長らくのご乗船ありがとうございましたとか言い始めてるわ。これシャワーヘッドですね。はあ、ははあ、とうとうだって。うわ、なんかすごい、え、これ大丈夫なの？めちゃくちゃ白くなってるんですけど、絶対こんなもともと雰囲気じゃなかったですよね。絶対これデビュー時から変わってないんじゃない？相当汚いですけど大丈夫なのこれ。あと、この手すりは何だろう？こっちはまあわかりますよ。これ普通に手すりでしょ？これ何ですかね？タオルかけ寄る用だと思うんですけど、何のためのものなのかよくわかりません。あとは、船がね、揺れて、この扉がガシャーンってどっか行かないように、結構ね、扉は重く設計されております。あと、それから、このベッドの、この、なんていうんですかね、この、なんか、スカーフみたいなやつ。これ、サルビア丸はね、確か白と青だったんじゃないかな。ちょっと覚えてませんけど、まあ、サルビア丸カラーだったと思うんですが、これが立花丸の場合は当然ですが、この、黄色と、それから緑色の、なんか、トワイライトエクスプレスを鉄道オタク的にはね、思い出しちゃうんですけど、この立花丸カラーになっております。全然この辺もいじってなかったな。多分これは音量でしょう。あ、やっぱそうだ。まあ、これは切っときましょう。それから、これは？あ、なるほど。おっと。あれですね。あそこのライト。で、これも多分、そうですね。ここのライトを調整することができます。これはどこだろう？やっぱ床下かな？床下というか足元。あ、そうですね。やっぱ足元がちょっと今、明るくなってますけど。あ、ここか。僕の股下にありましたわ。あ、いいね。もう東京港に入港しようとしてますけど。結構やっぱり、当たり前ですけど、全部消すと暗いですね。これで東京から八丈島とかまで行くのか。八丈島まで行くとかなりお金かかりますけど、いいね、これ。ちなみに、これあれですね、サントリーのウイスキーのイラストの描いた柳沢なんとかさんという方ですけども、このデッキのところから紙テープを投げる、その様子、デッキというか、これあれか、まあ、この船にはないんですけど、上級船室になると、専用のバルコニーがある船かというのがありまして、多分それなんだろうな。ウイスキーありますもんね、ほら。氷で冷やされてるわ。いや、もう東京入港ですよ。早いね。まあ、僕が全然動画撮ってないのが悪いんですけど、あそこに見えたらあの船わかります？ちょっと映ってるかどうかわかんないですけど、多分映ってると思うわ。あの船がですね、本来であれば、この東京湾夜景クルーズ、そして、大島、小島、新島、式根島、神津島航路に集合するはずの立花の、サルビア丸です。うちのチャンネルで多分ご紹介したことがあるのもあのサルビア丸で、今回この立花の初登場なんですけど、なんで今回この船が、この大島、小島、新島、式根島、神津島のこの片航路と呼ばれるところに集合しているのかと言いますと、確かね、先週だったと思うんですけど、この船が東京からずっと御蔵島とかね、三宅島とか八丈島に行って、で八丈島でそのまま追い返して東京まで戻ってくるんですよ。だから、実働22時間とかですごいね、忙しいタイムスケジュールになってるんですけど、それで、御蔵島のところがもうまん丸なんですよ、御蔵島って。まん丸なんで、だから波を避けるような、そういう入り江みたいなのはないんですよね。だから、御蔵島とそれから利島に関しては、すごい船を作るのが難しい島だとして、結構有名なんですけれども、その御蔵島に入るときに、この、立花丸がですね、岸壁、まあ、つまりその桟橋ですね、コンクリートの桟橋に船体を思いっきりぶつけてしまいまして、じゃあもうこれは、とりあえず、さすがに、サルビア丸一隻で船を回すことはできないから、とりあえず、立花丸は、その、三宅島だったかな、八丈島だったかな、で、簡単に処置をして、で、まあもう、ドックっていうところでね、この船っていうのは、この当該汽船も、そうですが、今いろんなところ、例えば過去にご紹介した東京九州フェリーとか、大社東急フェリーとか、あとはフェリーサンフラワーとかね、みんなそういうドックっていうところに行って大きな検査を受けるんですよ。まあ、鉄道車両でいうところの全般検査みたいなものなんですけど、でその検査を受けるところで、この立花丸はそのバルバスバーの本格的な修理、高級修理っていうんですが、その高級修理を受けるので、じゃあその高級修理、ドックに入るまでの間は、一時的に、あれが南の方ですね、さっき来た横浜方面。レインボーブリッジなんかも見えますが、じゃあとりあえず、
サルニア丸にしばらくの間は、八丈島、それから三宅島、三倉島に向かうちょっと長めの航路に入ってもらって、まあ、一応サルニア丸でもその、八丈島方面の運航はできますからね。バツナギじゃないですけど、そんな感じで、一時的に、サルニア丸に、この立花丸が行くはずだった八丈島に行ってもらって、代わりにこの船はじゃあさすがにずっと休ませるわけにはいかないから走らせるけど、でもまあ八丈島まで行かせるのは大変だから、代わりにサルビア丸がいつも行っている大島、豊島、新島、新島、神津島に行ってね。でそれからこの時期は土日にこの東京湾クルーズをね、横浜東京間でやってますから、それもサルビア丸の代わりにやってねということで、こういう本来であれば絶対に実現しない立花丸の横浜東京間の夜景クルーズが誕生したということになるわけでございます。いや僕もね、最初ツイッターでその三倉島で立花丸が事故ったぞっていうのを見たときは大丈夫かと思ったんですけど、意外と大丈夫だったみたいですね。なんか2日3日ぐらいはね、それで臨時便でサルビア丸が三宅島とか八丈島の方に行って、でサルビア丸が行けなくなってしまったその新島とか大島の方にはジェット船が、本来であればねこの時期は大島しかジェット船行かないんですけど、その式根島とか新島とか神津島の方にジェット船を走らして、まあ、なんとかその立花丸の穴埋めをするということをやってたんですけれども、とりあえず立花丸が走れるような状況にとりあえずはなってるので、今のところは立花丸はじゃあまあリハビリも兼ねて、大島それから神津島方面に行ってね、代わりにじゃあすいませんけど立花丸くんは、立花丸くんじゃないわ、サルビア丸くんはちょっと遠いけど、八丈島とかね、三宅島とかそっちの遠い方に行ってくださいねということになってるんだそうでございます。で、この船が本来であれば6月にドックに入る予定だったんですよ。で、サルビア丸が4月にドックに入る予定だったんですね。なんでおそらくはこの船とそれからサルビア丸のドックの予定を入れ替えて、本来この船は6月にそのドックで大掛かりな検査をねするはずだったんですけど、それを4月に繰り上げるんじゃないかと思うんですよね。4月に繰り上げて、まあ、早めにねこういうのは修理した方がいいですから、4月にドックに入れてそのバルバスバーのねぶっ壊れたところとかも修理して、でまあサルビア丸に関しては別にそういう事故が発生したわけではないので、とりあえずじゃあ4月の検査予定を6月に先延ばしして、その先にこの壊れてしまった立花丸の方を直そうということでおそらくはやってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、今の説明で皆さんが分かったかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずこういう感じで今東海汽船の方では方針が定められているそうでございます。もう着いちゃったよ。今もう接岸作業中なんじゃないかな。ボーディングブリッジとかも今多分接続してるんじゃないかと思うんですけど、いやー、立花丸がそういえば竹芝桟橋のボーディングブリッジに接続することって珍しいですよね。竹芝桟橋ってボーディングブリッジ1個しかなくて、基本的にはその需要が大きい大島、それから、まあ、豊島、新島、式根島、神津島、この片航路に就航する船が使う、ブリッジになってるんですけれども、本来だったらその、片航路大島方面にはサルビア丸が着くから、この船に関してはさっき横浜でお見せしたみたいになんかすごいチャッチーね橋を使ってお客さんの乗り降りをするということになってるんですけど、ただ今日に関してはその需要の小さい八丈島方面に向かう船がこれじゃなくてサルビア丸になってるから、だから多分これもボーディングブリッジに接続して立花丸からボーディングブリッジ経由でこの本土っていうのはその竹芝桟橋の方に降りることになるんじゃないかなと思います。いやーすごいな本当に。なんかちょっと遅れてますね。やっぱり横浜を10分円で出港したから結構ね、途中羽田空港沖とかぶっ飛ばしてはいたんですけど、でもそれでも回復は結構難しかったみたいです。まあ、今日ねこの船横浜に寄港してますんで、横浜から東京まで1時間半かかりますからね。普通に神奈川県に住んでる人だけじゃなくて、東京とか千葉とか埼玉に住んでる人も正直この船に竹芝まで乗るよりかは横浜で降りて、まあ近くにね、みなとみらい線の日本大通り駅、それからもうちょっと歩けば根岸線の関内駅がありますから、そこから電車に乗って帰った方が早いんですよ多分。なんで前に立花丸、サルビア丸の東京湾クルーズに乗った時も言ったと思うんですけど、基本的に横浜寄港をするときは横浜で降りるお客さんが大半なんですよね。ただ今日に関しては、まあ、その初音ミクのコラボをやっているということもありますし、それからこの立花丸がね、普段では絶対に横浜に寄港しない立花丸が横浜に寄港しているということで、その物珍しさから乗っている僕みたいな船マニアで、まあ、僕まだ船マニアって感じじゃないんですけど、まあ、船好きの人たちがたくさん乗っているということもありまして、なんかねその横浜で降りた人数と乗ってきた人数を数えてきた猛者のおばさんがいたんですけど、その方によりますと
横浜で240人ぐらい降りて、で逆に横浜から380人ぐらい乗ってきたらしいです。すごいよね。大島横浜間よりも横浜東京間の方が140人乗客が増えてるわけですよ。すごいよね。びっくりしましたけど、まあでも横浜から東京で380人ってことは、まあ、仮にその大島とか豊島とかそっちの方から乗ってきたお客さんが、まあ、仮に100人だったとしても500人近くいるわけじゃないですか。その辺の下手な学校よりも多分生徒数多いと思うんですけど、生徒数っていうか乗客数多いと思うんですけど、なんでそう簡単に全員が降りきるってことはないと思うんですよね。だからまだしばらくの間はこうやって船内でダラダラしてても問題ないと思うんですけど、いやーすごいな本当に。ちなみにですね、コンセントの話したかったと思うんですけど、コンセントに関してはそこ のベッドの脇 そのスイッチバックと、それからこのテーブルの下、見えてないんですけど、テーブルの下に、ね、2つあります。だからこの部屋全体で多分4つかな。あとゴミ袋に関してはね、ここにね、あります。ここに、まあちょっと汚いんでね、ここに置くことはしませんが、一般ゴミと、それから瓶缶ペットボトル、瓶缶ペットボトル同じなんだ。まあ多分乗組員さんが回収してそれで分別をしてくれるんだろうなと思うんですけど、こういうのに関しても基本的にはサルビア丸と変わらないのかなと思います。うん、あと救命胴衣に関してはここにこの下のところにねあります。ちゃんとこういうのは定員分確保しなきゃいけないって法律で決まってますからね。あとそれからね、このクッションなんですけど、これがねめちゃくちゃ柔らかいの。うちに1個欲しいくらい柔らかい。めちゃくちゃいいですよこれ。うん、いや、これやめといた方がいい。まあ、これぐらいにしておきましょう。いいね、柔らかい。僕ね、抱き枕がないと寝られない人間なんで、まあ、僕は本当は抱き枕持ってないんで、掛け布団を抱き枕代わりにして寝てるんですけど、これはいいわ。さすがにちょっと持って帰ったら窃盗で捕まるんで持って帰りませんけど、こういう感じのこのサイズの抱き枕欲しいですね。東海汽船からなんか売ってくんないかな。ね、早く降りろって、まあ、そういうちょっときつめな口調じゃないんですけど、清掃作業をやるんで早く降りてくださいって言われてるんで降りたいと思います。いや結局全然この部屋使わなかったな。ちょっと全体が映らないんであれなんですけど、まあ、こんな感じのお部屋でございました。結構いいですよ。なかなかね、僕みたいな島にゆかりのない人間は乗る機会がないんですけど、まあ、でもね多分4月のその毒入りまでの間なんじゃないかな。期間限定でこの立花丸が大島、豊島、新島、式根島、神津島方面就航しておりますので、皆さんもぜひ機会があったら乗ってみてはいかがでしょうか。本当はもうちょっと乗ってたいんですけどね、清掃がありますからね、この後またこの船は折り返して出発しますんで、さすがにそろそろ観念しといて出ましょうか。よいしょ。僕が最後の下船客ってことはないでしょう。ちなみにさっき特一棟和室をご紹介しましたが、普通の特一棟はこんな感じで2段ベッドになっています。普通の特二棟和室の方は、特二棟和室じゃない、特一棟和室の方はこういう感じの座椅子はありませんでしたね。そういえば2段ベッドの個室になっているので、これもこれでグループ利用には向いていそうです。今日東海汽船のこの東京湾クルーズが大混雑する原因になった初音ミクですけど、まあ皆さんも知ってる人が多いと思うんですけどね、こんな感じでこの東海汽船の専用っていうのかな、この書き下ろしのイラストなんかもあって、初音ミクのね板 T シャツっていうの、そういうのとかクソデカぬいぐるみとか、そういうの持ってる人が多かったですよ。うわすごい、橘丸のこっからボーディングブリッジ使って下船するのって初めてですね。それはそうか、橘丸乗ったの初めてなんだから。結局横浜港から遅れを取り戻すことはなく、約10分の遅れを持って東京港竹芝桟橋に着きました。これからまた折り返し約2時間準備をして、東京発、大島、豊島、新島、式根島、神津島行きの片航路の船として出発することになります。ということでね、今回は7年ぶりに横浜にやってきた激レア船、東海汽船橘丸に乗って横浜から東京港まで移動してまいりました。この橘丸は本来であれば東京から三宅島、三倉島、八丈島など伊豆諸島の南の方の島々へ向かう船ですから、こういった短距離乗船というのは普段はできません。まあ、シーズンによっては大島へ寄港することもあるんですが、しかしその大島寄港も年に本当に片手で飾られるぐらいしかやらないので、こういった短距離での乗船というのはかなりハードルが高いんですが、
しかしこの時期はですね、特別に、まあ、あまりよろしくない事情でこうなってしまったとはいえ、珍しいこの横浜東京間、東京湾内での立花の丸クルーズを楽しむことができますので、機会があればぜひ、まあ、多分これドックに入って戻ってきたらもう普通のいつも通りのね、三宅島、三倉島、八丈島方面行きの運用に戻ってしまうと思いますので、皆さんぜひ、興味があったら乗ってみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。